吉野さん、お疲れ様ですまさにねどののの一部の人に寄せてていくのかってことですよね。だから何を言ってもねそれ一部の人なんですようんせっかくね1億数千万人いるこの日本という国に生まれて「あの多くの人は」とかね一般的にはっていう言葉はありますけどもでも1,000人万人10万人が「イエス」と言っても自分一人がその気持ちとは違って「ノー」と言えば「 自分にとっての真実はその脳になるわけですよね。日本人の平均年収が四百二十万とか、中央値で三百六十万と言われてますけども。じゃあ、あなたも同じですかって言われたときに。個別には違うんですよね。もちろん、その平均値に入っていたりとか、普通のカテゴリーに組み込まれていることはあると思いますけども。まあ、何でもかんでもね、目安にはなるけども。そのものを言い当てることにはならないのかなってことですよね。まあ、だからこそ、コンテンツにはきりがなく。 いろんな実例があり違いがあり気づきがあるということなのかなと思いますよく情報発信においてねネタがないっていう人がいますけどもこの同じようでも違うところに気がついたときにネタっていうのが無数に生まれることになんか新しい発見を感じるんではなかろうかと思いますねそれではいってらっしゃい